こんにちは。今日はとてもいい風船とおわた、こんなに葉も元気な風船とおわたがありました。かなり風船とおわた余っていたんですけど、なかなかこの秋になって風船とおわたやってこなくて、やっと手に入りました。ということで今日は風船とおわたを生けていこうと思います。先端のグリーンがまだすごい綺麗ですので、このまま、使っていこうかなと思います。まだ花もついてますね。ちょっと小さく可愛らしい花が咲いてます。やっぱりこの季節に風船とおわた触れるのが本当に、あ、やっぱり秋が来たんだなって思います。なぜか今年はなかなか入らなくて、やっと入ってきた状態ですね。Facebook がすごく面白くて、1年前の思い出みたいのが流れてくることがあるんですけれど、去年この頃に赤ナス、花ナスを生けてるんですね。で、あれと思って、もう少し前にそれなんかいっぱい出てて、今あんまりもう出なくなってるよななんて思いながら、風船とおわたは切り口から白い汁が出てくるので、すごく気をつけて、あまり良くない、触らない方がいいような、そういうものらしいので、気をつけて生けた方がいいですね。植物の中にはやっぱりあまり良くないものもあったりするので、手が荒れてしまったりとか、そういうこともありますので、気をつけて生けた方がいいですね。そしてここでやっぱりこの季節によく出てくるこちらです。オクラです。今日はちょっと枝がいっぱい広がってるオクラではないんですけど、風船とおわたをメインにしてますので、オクラは少し小ぶりでもいいかなと思いました。こちらの小ぶりの方のオクラ、あまり枝が広がってないオクラにしています。全体的にちょっと平面になるような、そんな作品に持っていきたいなと思っています。なんかオクラが先端で曲がってます。そうしましたら、全部縦に今伸びてますので、ここに横の線を入れたいので、こちら三つ股ですけど、ちょっと溜めてある三つ股です。これはさらしてあるもので、このさらし三つ股はこういうさらお花屋さんにもあるところにはあると思うんですけれど、あと東京堂とかでよく私は買うんですけれど、こういう晒してあるものを売ってますので、まあ、クリスマスなんかの時こういうドライのものって大変生けやすいので、ここに生けていこうと思います。とか枝のあるところにこうやって沿わしていくといいなと思うんですけど、この辺のところでもう一つは奥の方に行こうかなと思いますが、こんな感じですね。この辺に来ると厚みがあってちょっと面白くなるかなと思うんですけど、ここはどうしてもワイヤーで留めるしかないので、ここは白いワイヤーで留めてみますね。オレンジ色を合わせていきたいと思います。このワインっぽいオクラと茶色の器、そしてグリーンのコロコロしたものがついてるところ、オレンジのバラがいいかなと思って、今日はこのバラ結構ちょっといいバラだったので、3本しか買ってこなかったんです。多分3本で結構いい感じになるんじゃないかなと思います。
このバラすごくいいバラですね。花びらがものすごいたくさん、なんかいっぱいありますね。びっくりしますね。これちょっとお安かったかもしれませんなんていうことを考えながらいつも受けるんですけど、花屋さんごめんなさい。葉は逆にグリーンがここ今日はないので、バラの葉は、まあ、新鮮なのもあるんですけど残しておきたいなと思いますね。後ろ側にも、はい、もう一本は左側に入れようと思います。今日バラが大変新鮮なので葉がすごく生き生きとしていて生けやすいですね。すごく生けやすいです。ここで終了にしてもいいかなと思ったんですけど、もう少し賑やかにしたいなと思いまして、こちら黄色のピンポンマム、ちょっと風船トマトのこのコロコロした感じに合うんじゃないかなと思って、これを生けていこうと思います。この葉はちょっと結構落としてます。すぐ丸まってきちゃったりするので、黄色をどこに生けていこうかなと思って考えて、まあ、このくらい賑やかになった方が今日の作品はいいかなと思いまして、少し多めに生けています。こんな感じでいいですか。穴のオレンジとキツネ黄色の組み合わせが可愛らしいかなと思います。はい、出来上がりました。ありがとうございます。